はい、こんにちは、さかなです。今日はですね、インスタグラムで写真をですね、シェアする方法をやってみたいと思います。これはですね、コメントをいただいて私も初めて知った内容なんですけども、ツイッターでですね、リツイートとかですね、フェイスブックのシェアというのがあると思うんですけども、インスタグラムの場合のシェアのというのはですね、名前がリポストと呼んでいます。それでですね、そのリポストをやるためにはですね、インスタグラムの中にはそういう機能がついていないので、アプリを使うんですね。それでそのアプリを使うとですね、リポストすることができます。アプリもですね、いくつかあるみたいなんですけども、私が今回ですね、試したのがですね、リポスト4インスタグラムというアプリになります。ではですね、早速やってリポスト使ってみたいと思います。リポストを開きます。それここでですね、インスタグラムを開いて、リポストしたいですね、写真のリンクをコピーします。この写真をですね、リポストします。それここのですね、点3つをタップしてリンクをコピー、コピーされましたので、ここでですね、リポストに戻ります。これはですね、リポストのマークをですね、消すためのものなので、これは×にします。それでですね、ここにですね、リポストのマーク、この方がですね、投稿した写真のリポストという意味なんですけども、これがつきます。それあとはですね、ここら辺はこの位置ですね、がこれで変えられます。それあとこの色も変えられます。そうしましたら、ここでですね、リポストをします。これ許可する、 OK、 オプションはですね、自動的にコピーされますと。で、それをインスタグラムに貼り付けるには、これはもう撮ったので撮ったと。それとこれでですね、今度はインスタグラムに移ってですね、投稿画面が出てきます。フィードに投稿してみます。あとはですね、通常のインスタグラムのやり方と一緒です。次へで、次へで、次へで、ここにですね、説明を入れて、あとはですね、ここにですね、投稿した人のキャプションがですね、そのまま残っていれば、それを使ったりですね、あとはここで自分でですね、キャプションを書くこともできます。ここでシェア。そうしますとですね、ここに今リポストされたですね、写真が投稿されました。それでここですね、リポストマークがついてて、この方が投稿した写真だということが分かります。ということで、インスタグラムのシェアをやってみました。インスタグラム、確かにですね、自分のフォローしている方で、非常にその気に入りの方というか、綺麗な写真を撮る方がいらっしゃるんですね。そういう方はリポストしたいと思うんですけども、インスタグラムの場合にはですね、 Facebook とか Twitter のように、自由にシェアっていうんですかね、する機能はもともとないことなので、リポストする場合にはですね、その相手の方にですね、許可を得てやった方がいいんじゃないかと思います。ということでですね、この動画いいと思いましたら、いいねボタンとですね、ぜひぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまた、ありがとうございました。失礼します。